好，这章是乌鱼子结束嘛？然后现在到第八章了，剧情很快欸。啊，因为我没有去找真岛啦，所以那个剧情后面都在赶火车。失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから破産するとか抜かしやがって、一体何やらかしてんだろう。刚好三千万。そいつからいくら切り取ったんだ？三千万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、なんだ？太巧了，太巧了。他原本要拿这三千万给他，给他妹妹治病，结果那个医生的钱被他抢走了。三千万，用意できますか？私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに。今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。走在地上的时候要小心一下，警察或许会过来。我来看一下更上层有什么可以学的，增加热血条的剂量表。哎，我今天怎么变300啊？最后回合热血剂量表，还有一个是化解全集的精髓，感觉全集剂我没有到很好用。破坏的时刻，哎，
哎呦，封神的心得，我记得这里的招都很强。这边是打王专用的。好啦，考虑点边了。点到这一排就超强。封神的心得跟神速的时刻。哦，有神速，我记得哦，超猛。好，我们一次点完。可是封间应该至少会有一点钱吧？对啊，你跟他讲，你跟他讲的话，他说不定会帮景山。对，红山先生好。你又不讲，我们怎么知道？哦，等一下，前面那个妹子，我被他骗过钱欸。我们先找到这个人，找茬。前って言ったな。覚えてるぜ。ごめんなさい、許して。私ただの使いっ走りなんです。今ならこの間の店開いてます。だから仕返しならそっちに。それじゃあ。それじゃあ。我要把那十万讨回来了。这 F 罩杯，可恶。おお、これはこれは。この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました？その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんだ。お帰りいただくほかねえやな。上等だ。恶质的男人三个。如果你在之前有警觉到那杯酒的话，你就不会被骗，然后你可以直接拿到钱。如果你被骗的话，你还可以回到这边找他们报仇。那一样是可以拿回钱，只是过程会比较麻烦。わかった。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい。这是一点心意，然后把十万还给我。ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけない。好像如果我有察觉到的话，你会多十万，办不到。然后会告诉我消息。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして。跟我们说一家赌场的位置。あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは。店の主人が案内してくれますから。それじゃあ、俺たちはこれで本当にどうもすいませんでした。哦，五千，爽拿。零班之荞面不加面包。现在他只要我们到这区晃晃而已，没有要干嘛。哦，我想起来了，我们还要请那个外国人吃烧肉。哪里？いらっしゃいませ。はい。またまた。え？
よろしく。はい。哇，他可以吃下两头牛，这么厉害。哦，这个人真的是大胃王就对了。你吃东西还真是好爽，竟然吃掉整整两头牛。接下来要去哪边呢？我想要喝一杯哦。まだまだ。何？好，接着他想要去夜总会 ，ZEW。OK OK。嗨。这任务有没有一起接吧？我在隔壁哦。是哦，是不是有在做什么工作啊？运动呢？有是有啊，不过是过去的事情了。我好喜欢强壮的呢。好啊，来开香槟。有。哎，请你等一下。只是开一瓶的话，感觉不是怪寒酸的吗？我们这边有四个人，那就一人一瓶，开四瓶吧。吃饭喝酒感觉很愉快，但是他想要更多的刺激，想要体验不同的刺激，是不是？本当ですか？该不会要去找那个吧？真的要去找古墓流？我刚刚还在猜。哦，我的上船又开始不乖了。最近网络上传很奇怪。赛之河原居然失火了，好诡异哦。なんだ？え？何があった？いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた！はるか。キリュウ。だってさ、はるかは。すまん。奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ。はるかはどうした。ほんの1時間くらい前だ。游民说：“这个小女孩不错哦，带回家好了。”哦，是小敖自己跑掉了。不是哎，ハルカ、何してるんだ？私、やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私、キリュウのおじさんのこと好き。だけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。他这样想很奇怪。你离开这里，你就给童生造成更大的危险了，会更麻烦。もういないし。本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。ハルカ！
すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。わからねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所がわかるかもしれん。わかった。只好把每一个帮派都抓出来打一顿，就知道了。狗狗，你又怎么了？啊，你累了是不是？你又累了。俺は署でハル。街に出れば。那个小女孩怎么了？好恐怖、哦！看到警察有在用电脑吗？是没有了。那边聚集的人是在干嘛？哎，小哥，我看你很能打的样子哦。什么？你是什么人？我是这里小有名气的打仔，要不要跟我打个架？哎呦，输的话给我10000块，这么好？好啊。封神，我输了。我一开始说过，如果说我输了，就算我输这样。好，再让他吃点苦头。拜拜拜拜！哇，30000呢，爽赚！好啦，我先存个档，今天就破到第8章，后面剩下的应该明天有机会玩完，因为明天会开下午跟晚上。吃尾牙大概吃1个小时还2个小时就够了，但今天聚会比较久一点。